皆さんこんにちは、Bレジェンドのダンです。今回は肘を痛めないトライセプスエクステンションをお伝えしていきたいと思います。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄より友達登録お願いいたします。本日ですね、肘を痛めないライングトライセプスエクステンションということでお伝えしていきたいんですけど、ライングトライセプスエクステンション、高重量でやろうと思うとどうしても肘が痛くなってしまう、手首が痛くなってしまう、こういうケースの怪我ってすごく多いんですね。僕も実際に高重量をやろうとして肘を痛めたことがあります。なのでまずはですね、三頭筋に効かせてあげる、肘を痛めない可動域でやってあげる、こういったポイントが必要になってくるのでお伝えできたらなと思ってます。今回やっていく重量としてはそんなに重い重量じゃないです。ただ負荷は強くしていきます。今日のポイントとしては手首のこの動きっていうのがかなり重要になってくるので、そういったところを注目してもらったらなと思います。では早速やっていきましょう。まずはですね、このイージーバーを握っていただいて、手幅なんですけど、このイージーバーの一番内側のグネッとなってる部分、 M になってると思うんですけど、この内側の部分、ここの部分ですね、ここを握ります。サムレスでやるとかなり危険なので、これはしっかり握ってあげます。手首を動かすときに握ってないと落ちる可能性があるからです。この状態でイメージでは額に落とす、上げる、こういう動きをすると思います。ただ手首を痛めてる人が額に落とすと手首めちゃくちゃ痛いんですよね。なのでこの時にどうやってあげると手首が痛くないのか、こういう形で背屈って言うんですけど、手首がこうグッとね入っちゃってると手首言わしやすいです。もう不安定なので、なのでしっかり立ててあげた状態でまずはスタートします。ここからぐーっと額の方に落としていくんですけど、落とす時に手首をですねこう返してあげる、招き猫の動きのようなイメージですね。手首をこうグッと入れてあげる、グッと手首を入れて額に落とす。手首がこう動くことによって三頭筋がさらにストレッチします。三頭筋っていうのは手首をグッと招き猫のように入れた時に収縮します。そして手首をグッと返した時にストレッチが効きます。伸びてる状態ですね。ストレッチをするときは手首をグッと招き猫のように入れてあげると、さらに三頭筋が負荷乗ってくれるので、ここまで落とすときにストレッチかかるぐらい額でもストレッチがかかります。このまま押し上げるんですけど、押し上げるときにぐーっと上げる、ここまでやっちゃう人いるんですけど、ここに行くともう三頭筋から負荷は抜けます。なのでちょっと肘が曲がって額の真上ぐらい、このポイントで止めてあげることがポイントです。この時にこうやっちゃってると前腕がただ疲れるだけで三頭筋から負荷は抜けちゃいます。なので手首はこの時は返す、その状態でやってあげると三頭筋にしっかりと負荷が乗ってさらに収縮が期待できます。これをもうぐーっと繰り返す感じですね。この上下の動きに手首のこの返しの動きを加えてあげる。そうすることで高重量じゃなくて軽い重量でもしっかりと三頭筋を狙うことができます。以上が肘を痛めないトライセプスエクステンション、この手首の動き、落とすときは手首をしっかりと招き猫のように巻き込む、そして収縮をするときっていうのは手首を返す、この状態ですね。高重量にしちゃうと手首を痛める可能性があるので、あまり重い重量ではやらないでください。普段20キロ20キロつけてんねんっていう人とかでも10キロ10キロでしっかりとパンプすると思いますし、三頭筋の負荷を感じられる重量、肘が痛くならない重量に設定してやってあげるといいんじゃないかなと思います。回数としてはですね、10から12回、3セット、4セットすることによって筋肥大を見込むことができます。高重量になってくると、レップ数、回数っていうのは6回上がればいいぐらいなんですけど、高重量になるとやっぱ肘を痛める。肘の違和感を感じない人であれば全然やっていただいていいと思うんですけど、肘の違和感を感じる方はですね、12回ほどできる重量で設定して、丁寧にゆっくりと稼働してあげるといいんじゃないかなと思います。今回のこの動画が良ければ、いいね、チャンネル登録、そして気になることがあればコメントお待ちしております。Bレジェンドの公式 LINE ではお得な情報なども掲載しております。気になる方は概要欄も LINE 公式アカウントもぜひ両方チェックしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。